ジェームズ・ダウニー・クレーグは、マサチューセッツシューイーストン出身の元アイスホッケー選手。ポジションは、ゴールテンダー。1980年から1983年まで、NHL のアトランタ・フレームス、ボストン・ブルーイーンズ、ミネソタ・ノース・スターズで30試合に出場した。1980年のレーク・プラシット・オリンピックに、アメリカ代表として出場資金メダルを獲得した。 高校時代注目されなかったため、マサソイトコミュニティカレッジに進学。そこで、ボストン大学のジムパーカーに見出され、同大学へ進学し1977年には、大学のアイスホッケー部を NCWA ディビジョン I で優勝させた。また1979年には、NCWA のオールスターにも選ばれた。1989年には、ボストン大学の殿堂入りも果たした。 彼を有名にしたのは1980年に行われたレイクプラシットオリンピックでソビエト連邦を破り表情の奇跡と呼ばれた試合である。この試合のゴールを守った彼はアメリカのシュートが16本だったこの試合でボリスミハイロフに引きられた強力な攻撃による42本中39本のシュートをセーブし試合は4から3でアメリカが1点差で勝利した。 クレーグが身につけていた装備は現在ニューヨークのマンハッタンにあるスポーツミュージアムに展示されている。ソ連戦の2日後に行われたフィンランドとの試合を4の2で物にして彼らは金メダルを獲得した。1977年の NHL ドラフトで72巡目でアトランタフレームスに指名された彼はオリンピック直後にフレームスに入団した。 デビュー戦は勝利したものの NHL の試合での活躍はならなかった。翌シーズン地元チームであるボストンブルーインズに入団したが控えゴールテンダーでありプレーオフでは出場機会を与えられなかった。1981年のカナダカップに出場するためにアメリカ代表に再び選ばれたが負傷のためトーナメントに出場することはできなかった。 翌シーズンはマイナーリーグのエリーブレイズに在籍した。1983年のアイスホッケー世界選手権のプール B に属するアメリカの代表に選ばれた彼は活躍を見せフリーエージェントとなっていたがミネソタノーススターズとの契約にこぎつけた。ノーススターズでは3試合に出場した後、1984年に現役を引退した。ありがとうございます。